ヨイタのニュースチャンネルです。聴者のに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。気に入っていただけましたらグッドボタン、実はチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回ですね、徳島県で行われました、将棋の王位戦第5局に、登場しました、おやつですとか昼食の話題ですね、こちらのツイッターですとかあと関連サイト合わせて紹介していきたいと思います。はい、まずこちらですね、1日目の、初日のおやつ、初日、あ、1日目の午前のおやつですね、フルーツ盛り合わせと、富士用意アイスコーヒーということなんだそうです。こちらスイカとキウイと、これブドウですかね、これはメロンでしょうか、これ何かちょっと分かりませんけれども、こういったフルーツの盛り合わせと富士用意は、こちらアイスコーヒーをつけたということです。はい、続きまして、中日新聞の、ツイートからですね。で、1日目のお昼ご飯ですね、富士用意の方は、天ぷらうどんのセット、徳島県ですね、うどんが名産です、うどん、ちょっと隣にありますけど、うどんが名産といってね、こちらですね。はい、で、豊島利用の方はこちら、生姜丼弁当ですね、いろいろこう盛り合わせのお弁当ということです。はい、続きまして、1日目午後のおやつですね、こちらですね、富士用意の方がこちら、チーズケーキとアイスティーのセットだそうです。で、豊島利用の方は季節の和菓子と抹茶、リンゴジュースのセットということです。こちらは和紙、はっきり分かりませんが、こちらですね。こちらで、このほおずきなどの飾りでしょうか。で、こちら抹茶と、こちらリンゴジュースのセットということですね。こんな感じです。で、こちらですか。なんか豊島利用が昨日の取材で好きと語ったスタチュースの糖があるのか、記者は今朝いただきましたが、程よい酸味ですっきりとした目覚めになりました。で、この食べるものがですね、やっぱ話題になりますので、今回徳島県で行われたりとか、徳島のこう名産の食べ物ですとか果物ですが、そういったものに注目が集まると、地元の方が喜ぶかなという感じはあります。2つ目と2日目ですね、こちら、午前のおやつですけど、やっぱりこちらですね、季節のフルーツ。初日はこの季節のフルーツはこんな感じで四角くこう切ってあったのがメインだったのですが、2日目のこの季節のフルーツはこちら丸く、これはスイカでしょうかね、この辺りメロンでしょうか、ちょっとはっきり分かるけど、こんな感じで丸くこう切ったものがあります。はい、で、富士用意アイスコーヒーのみということみたいですね。はい、続きまして2日目のお昼ご飯ですね、こちら両者ともに、富士用意や豊島利用ともにこの鉄火丼だそうです。だからこうマグロがドーンと乗った形、あと、こちらですが、こちらお吸い物でしょうか、味噌汁でしょうか、あと小鉢などがこういうついてます、あと大福などもこちら、デザートもついてますね。はい、で、続きまして2日目午後の、おやつですね、こちらですね、富士用意のはアイスティーと、アイスレモンティーとオレンジジュースですか、ジュース飲み物のおかずですか。で、豊島流は季節の和菓子と抹茶リンゴジュース、こちらも同じですね。ただこの和菓子がですね、初日の午後はこんなちょっとなんかこう白あんをお餅でくるんだものでしょうか。一方こちらに対してこちらなんか羊羹と何か説明書ありそうですけど、そちらの季節の和菓子とこちら抹茶とリンゴジュースはこんな感じですね。はい、和菓子はなんか名前があるかもしれませんけれども、ちょっとその辺りはっきりしませんね。何かこれやっぱりおそらく名前があるんでしょうね。秋を感じさせる名前だと思います。こんな感じですね。はい、こちらですね、この、第5局の対局が行われたのが徳島県の料亭、こちら伊水園というところで、こちらですとこういったメニューなどが食べられるのかなと思ったんですが、今のところですとそういったこうアナウンスはありません。何がしかこう、お知らせ一覧などもあるんですけれども、今回のこの王位戦メニュー食べられますよという、こんな感じのこうアナウンスはありませんでした。おそらく何がしかそういったものをやるのかもしれませんけれども、ただ料亭ですね、一応ですね、この食事メニューというのもありまして、こんな感じです。お料理というところをちょっとクリックしますと、このコースメニューですとか懐石メニューですとか、こういった感じでですね、お料理メニュー、こちらですね、クリックしますとこんな感じで PDF で出てきまして、でコース料理ですとかですね、懐石料理ですか、そうした感じの、こちらちょっと見てますか、これですね、こちらが季節の懐石、こんな感じで、1万1000円のコースだそうです。あとはこんな感じ、5500円からありますよという感じですね。ただ、今回のこの、こちらですか、鉄火丼ですとか、こちらの消化道弁当ですか、この天ぷらうどんですか、そういったたものはどうやらない感じなんですね。なんかこちら、お子様セットでは1650円からなんですね。こういう感じになってます。あと、こんな感じで昼のお食事ですとか、このですね、このアイセットというのがおそらくこの松花堂弁当で、
この豊島竜王が食べたものではないかなと思われるんですが、ただ組み合わせですので、必ずしもこの豊島竜王が食べたものが出てくるとは限らない。おそらく、季節季節のこの例えば野菜ですとかそうしたものを使ったものが出てくるのではないかなというふうには思います。はい、あとこちら藤岡が食べました、こちら天ぷらうどんですか、こちらですね、ちょっと見かけませんでした。何かこう月狩りコースなどもありますので、そうした中でうどんですとか、天ぷらなどが出てくるのかなとは思います。こんな感じですね、こういう感じ、船盛りですとかこういう感じになっています。もしかしたら今後この王位戦第5局セットとかそういったものが出てくるのかもしれませんけど、そういうのを楽しみにお待ちくださいというのを思います。こんな感じですね。で、今回のこの王位戦に関しましては第5局で終わりましてですね、こちら将棋連盟の、棋戦一覧で王位戦のサイト、こんな感じですね。第1局目は豊島竜王が勝ったのですが、2局、3局、4局では藤井王位が勝ちまして、第5局のこちらですね、伊勢玄でのこの対局を勝ったということで、見事藤井王位が防衛となりました。こんな感じですね。今回こちらですね、第4局、ニュースで見た方もいるかもしれませんけども、佐賀県のこの、和田屋別荘というか、ちょっと被災、雨でですね、被災をしたということで、関西将棋会館に振り替えで行われました。去年はですね、この61期王位戦というところで、見てみますとですね、7番勝負、こんな感じになっていまして、こちらですね、第1局、第2局、第3局、同じこの福岡なんですけども、ちょっと違ったところで行われました。で、第5局も、4連勝で藤井王位が奪取したため、第5局の伊勢へ、ここでは行われなかったのですが、そちらが今回の、第62期王位戦の方では、無事行われたということです。そういった意味では、徳島県の関係者もほっと一安心できたのではないかと。ただ、その間、その第6局の陣屋のところですね、2年連続でこちら、去年も陣屋で行われた、今年も陣屋で、ただ、陣屋自体はですね、他の対局戦などを使われているので、珍しいと言ったらちょっとなんですが、ただ、関係者にしては、ここまで引っ張ってきてほしかったなというのがあるのかもしれません。はい、でこちらですね、王位戦に関しましてはですね、中日新聞ですとか、こちらですね、名古屋の中日新聞ですとか、あとは北海道新聞ですとか、神戸新聞ですとか、あとこちらですね、西日本新聞、こちらですか、西日本新聞、福岡県にあります西日本新聞ですとか、あとはこの、徳島県にあります徳島新聞、神奈川県にあります神奈川新聞、そうしたところがですね、3社連合とか6社連合とか、長者のが中心となって開催しているので、こんな感じでこう全国を巡るという感じになってます。はい、繰り返していますけど、第4局まで終わってしまいますと、中日新聞、北海道新聞、神戸新聞、西日本新聞で終わってしまいますね。徳島新聞の関係者ですとか、神奈川新聞の関係者などはちょっと残念に思っているのかもしれません。ただ、藤井王位が防衛したというのは、来年も藤井王位が絡んで、どなたかが挑戦者になるかと思いますが、その時には、もしかしたら第5局だけじゃなくて、第6局、第7局までもつれることがあるのかもしれません。こんな感じですね。もしかしたらこちらの、メニューなども王位戦メニューとして、来るかもしれませんし、その辺りを楽しみにして、メニューを見ていただけたらと思います。はい、こちらの6つのツイートとですね、こちらの伊勢園の、サイトと、こちらの王位戦サイトですね、概要欄にリンクを貼っておきましたら、興味があったらクリックして読んでいただいて、こちらのメニューを楽しみに待ってみてはいかがでしょうか。はい、今後もこうした形で聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。